京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、銀座でお会いしましょうということで、シティキャストのマピさんより発表いただきます。それでは早速ですが、マピさん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、マピです。シティキャスト中央区観光協会特派員をやっております、マピです。私は大阪で生まれ育って、東京に来て17年になるんですけども、その中でも一番大好きな銀座の魅力について今日は皆さんにお伝えできればと思います。でまず銀座のイメージなんですけども、誰もが知ってる地名だと思うんですけど、私はだいたいこのような感じのイメージを持っております。で特にですね、町の名前自体がもうブランドになっていると思っています。で私が大阪に帰る際にいろんな家族とか友達にお土産を買って帰ったりするんですけども、銀座ってついてたり銀座限定って書いてるだけで、友達や家族が高そうとか美味しそうとかテレビで見たとか、みんなそんな風に話題にしてくれます。そういうもう銀座っていう名前がもうブランドと思っています。でそして本店や1号店が多いっていうのも銀座の特徴だと思います。マクドナルドとかスターバックスコーヒーの1号店も銀座です。でそしてまた後ほど紹介いたしますが、発祥のものが多いっていうのも銀座の特徴だと思います。で次にですね、銀座の由来についてです。大体ご存知でない方も想像がつくかと思いますが、銀貨の鋳造所だったっていうのが銀座の由来です。で徳川家康が江戸幕府を開いた時に、静岡県にあった銀貨の鋳造所を現在の銀座2丁目に移しました。でそれで正式な名前の名称は新両替町だったんですけども、通称として銀座と呼ばれるようになりました。現在中央通りの1丁目のティファニー銀座店の向かいにこのような石碑が立っています。ぜひ皆さん一度ね見かけたら寄ってみてください。はい、でこれで、次がですね、先ほどちょっとご紹介した銀座にはいろんな発祥のものがありますよということなんですけども、銀座にはオムライスとかポークカツレツ、カツカレーとかですね、アンパン、クリームソーダ、軍艦巻きを初めて提供したお寿司屋さんなどもあります。で、発祥グルメというのが楽しめるんですけども、この特に右下のアンパンはもう有名すぎる、皆さん誰もが知ってるアンパン屋さんなんですけども、これは私が中央区の特派員の街歩きツアーで、アンパン手作り体験っていうのをした時のアンパンです。で発祥は銀座の発祥はグルメだけではなくって、江戸歌舞伎発祥の地でもあります。銀座一丁目の近く、住所は京橋になりますが、そちらに史跡があります。で江戸歌舞伎っていうのは初代中村勘三郎が現在の京橋の周辺に猿若座の櫓を上げたのが始まりです。これが後の中村座となります。そしてその縁もあってか銀座のランドマークの中の一つに歌舞伎座があります。でこちらの下の2枚の歌舞伎座は2014年に建て直された5代目の建物です。地上29階のとても大きな歌舞伎座タワーで、白い感じの建物になっています。上の写真は4代目の一つ前の歌舞伎座の建物です。でタワーの5階と地下の小引町広場が一般に開放されてますので、歌舞伎を見ない方でもそこには足を踏み入れることができます。で今から紹介するのはですね、歌舞伎座タワーのまず5階なんですけども、ここに屋上庭園、こちら無料なんですけども、本当にベンチもあってすごくのんびりできます。で私何回か今まで行ってるんですけど、人をいてるの見たことないんですね。それぐらい本当に実は穴場かもしれません。ただこれでこういうふうに発信してしまうと人が多くならないかちょっと心配なんですけど、で、その他にですね歌舞伎座ギャラリーというのがあります。これは
本来有料なんですけども、歌舞伎の衣装とか小道具が展示されてるんですけども、現在一部エリアを無料、開放中です。でちょっと 2,3 日前にこの写真を撮るために寄ったんですけど、こちらの中を見ることができました。であとは日本茶の喫茶店があったりですね、とこの右、左下の写真の赤い階段なんですけども、こちら五右衛門階段といって、これを降りると4階のギャラリーの回廊へつながっています。でこちらが、地下の小引町広場です。で小引町広場はまずシンボルとなる巨大な提灯があるんですけども、歌舞伎座ならではのお土産とかお弁当を買うことができます。で特に私が気に入ってるこのお土産なんですけども、小判の形をした卵せんべいなんですけど、中に本当のじゃないですけど、おもちゃの小判が1枚入っています。でこれを結構大阪に帰るときにたくさん買って、みんなに配りました。とても喜ばれました。で次にですね、銀ブラのついでに郵便局で風景印をしてもらおうという、楽しみ方があります。で郵便局は全国どこの郵便局でも名所とか特産品を書いた、風景印どこでも押してもらえるんですね。で郵便はがきとか切手を貼った封筒を持っていけばそこで風景印を押してもらえるんですけど、さすが銀座は銀座ならではの風景印なんですね。でこれは私が10年ぐらい前ですけども集めた風景印です。やはり銀座の柳の絵が描かれていたりとか、先ほど の銀座の由来の石碑の絵が描かれていたりとか、銀座らしい風景の風景印になっています。でまたちょっとスタンプの周りの丸がちょっと歪んでますよね。でこちらは郵便局の方にお聞きしたんですけど、やはりかなり古い、歴史、それだけ歴史があるということなんだと思うんですけど、あと訪問者もたくさんいる、さすが銀座だなと思ったんですけど、ゴムのスタンプのゴムが少々くたびれてるみたいなんですね。でただ10年前ですので、ひょっとしたら今は新しくなってるかもしれません。であとこの並木通り のスタンプだけすごくきれいんですけど、できたら押すのが上手な人に当たるといいなと思います。で次にですね、銀ブラのもう一つの語源をご存知ですかということなんですけど、銀ブラというのはもちろん銀座をブラブラするっていうのが語源なんですけど、もう一つのですね、大正時代からの俗語であったりとか、あと当時の大学生が流行らせたという、そういう語源なんですけど、銀座でブラジルコーヒーを飲むことっていうのがあります。でこちらはですね、実際に8丁目にあるカフェで、コーヒーを飲むとこの銀ブラ証明書というのがもらえます。でこちらのカフェは実際に芥川龍之介とか菊池寛とかですね、そういう作家の方とか文化人が実際に常連さんでいてた、カフェです。でまたジョン・レノンや小野陽子が来日した時には3日間ずっと通い詰めたという、そういうねサインも残ってるそうです。でこちらでぜひ銀ブラですね、銀座でブラジルコーヒーを飲んで銀ブラをしてみてはいかがでしょうか。でこのようにですね、銀座本当に魅力がたくさんあるんですけども、中央区の観光協会の特派員ブログっていうのをやっております。でまた私は個人的にはマピの銀座巡りというブログもやってるんですけど、こちらでですね、いろんな本店限定の商品とか銀座でしか買えないとか、そういうお土産の情報もたくさん載せております。またこの特派員ブログの方はですね、私だけではなくて中央区の観光協会の特派員のメンバーさんが自分の得意な分野とか自分の得意な場所をですね、たくさんの旬のブログを書かれています。で銀座にはこのようにですね、おすすめスポットがまだまだたくさんあるんですけども、コロナが収束したらぜひ銀ブラにお出かけいただければと思います。本日はありがとうございました。
マピさん、はい、おしゃれなプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。早速ですがいくつかインタビューをさせてください、はい、まずは改めてとなりますがマピさんより自己紹介をお願いしたいです、はい、で自己紹介の際にこれまでのボランティア経験やまた今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えてお話をお伺いできればと思いますがマピさんお願いできますでしょうか、はい、シティキャストと観光協会中央区の観光協会特派員をやっておりますマピです。今までですね2009年に、中央区の観光協会の特派員を2009年からやってるんですけどもその中で例えば街歩きツアーの方の引率をしたりとかですねそういう案内をしたりとかっていうのでボランティアをしております。であとはですね今回なかなかオリンピックで感染者も増えてきてそのシティキャストっていう中でなかなかちょっと前向きに考えれなかったのがあったんですけど今回観光協会を、通してこのようなご依頼をいただいてあこれだったら私の大好きな銀座をこう皆さんに紹介できるプレゼンが作れて、そういうことが発信できるなと思ってそれでお引き受けしました。はい、とても良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。今回の、ね、プレゼンのテーマ、はい、銀座でお会いしましょうということで、はい、東京の魅力発信という大きな括りの中で、はい、こちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。あ、はい、これはですね先ほどに冒頭にちょっとお話ししましたけども私大阪出身 でこちらでもう17年東京に引っ越して17年なんですけど来た頃はね大阪も、都会なので何でもあるし別に東京に負けてないしとか思ってたんです。でもね東京に来たら本当に銀座だけはね大阪にはないんですよね。なのでそれで誕生日とか記念日とかに銀座のレストランに行ったりとかそういうふうに何かにつけて銀座銀座ってやってるうちにどんどんこう銀座の魅力にハマっていってでそれで、現在に至るっていう感じです。なるほど、はい、やっぱりこう大阪と東京ってちょっとこうねライバル関係っていうところあるじゃないですか、はい、大阪だけそう思ってるんですけどでそんな中で大阪の方に銀座いいなって言ってもらえるのはね、はい、もう東京もう生まれ育った東京都民としても本当にこの上なく嬉しく思います。銀座は本当にねもう唯一無二の場所だと思います。なるほど、はい、今回はですねそんな銀座のねいろいろなスポットをご紹介していただきました。少しですね、はい、そのプレゼンの内容についてお伺いしていきたいと思います、はい、一番興味が湧いたのが歌舞伎座なんですが、はい、無料で入れるところがあるんですね。そうですね別に歌舞伎を見なくても、うん、本当にお土産屋さんとか日本庭園とか喫茶店もありますし、うん、本当にね別に歌舞伎見なくてもうろうろできるので、うん、はい、ぜひおすすめです。無料の入れる庭園のエリアに、はい、写真をね先ほど見せていただきました、はい、ベンチがあって本当にこうゆっくり休めそうですね。そうなんですよ。はい、でもベンチでゆっくりしてる人を見たことがないので本当に場だと思います。いや知らないんだと思います皆さん。そうかもしれないですね、まあ、でもね先ほどもおっしゃってましたが、はい、今回紹介したことでちょっとねそうですね確かにひょっとしたら密ができるかもしれないので心配ですね。でまたこうねお土産物屋さんのエリアに行くと、はい、大きな提灯も素敵でしたね。はい、そうですね、うん、やっぱり歌舞伎は日本のカルチャー文化の一つで開会式でもね美蔵さんが、ね、はい、歌舞伎を披露されてましたから、はい、やっぱりこう日本の方だけでなくて海外の方にもぜひ ね、 そうですね、コロナが明けたら足を運んでいただきたいですね、はい、ぜひ来ていただきたいです、うん、そして私風景印もいいなと思いました。はい、はい、銀座ってやっぱちょっと敷居が高いっていうイメージがあったんですが、はい、ああいったそっか風景印を集めるっていうそういうなんかこう銀座の楽しみ方もだいぶいろんな バリエーションがありましたよね。本当にあれはハガキと
封筒とかね切って貼ってるだけでスタンプをしてもらえるので、本当はあとはねあのスタンプ上手な人に当たるかどうかもそれだけですね。なるほど、ありがとうございます。あのプレゼンの中で本当にいろいろスポット紹介していただきました、はい、プレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、はい、また今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、ね、本当にもうあのスライドだけでは紹介しきれないぐらい銀座本当に見どころがたくさんあるんですね。で特にあの中央通り その華やかな場所だけではなくて、裏路地にも裏路地に本当に小さいお店があったりとか神社があったりとか見どころたくさんあるんですね。であとはあの銀座ってやっぱりね家賃が高いのかお店の入れ替わりも結構激しいんですね。あそこのお店にあの来月行こうって思ってたらなくなってたりとか結構そんなこともあるので、本当にねもう10年以上銀座のいろんなお店の記事を書いてるんですけど、書いても書いてもどん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 新しいお店が出てきて、でまだこんな行ってないお店あったと思ってね、本当になくならないんですね。でそれぐらいあの見どころがたくさんあるので、本当にぜひあの足を運んでいただきたいです。あのプレゼンの中では限定品についても少し触れられていらっしゃいましたけれども、はい、限定品の情報ってマピさんどうやって手に入れてるんですか。そうですね、これはあの本当に直接お店に行って、でここでしか買えないものありませんかとか、限定品ありませんかとか、もうないときはえ作りませんかとか言ったりします。絶対あの限定品ある方がありがたみもあるので、だから限定品あればなっていうのが結構あるんですね。でもう今あちこちにあの店舗があったりするので、やっぱり銀座本店限定とか銀座の店舗でしか買えないものとかそういうのがあるとついつい買おうかなって思ってしまうので、本当にお店にとっても絶対いいと思うんですね。はい、そういった情報も含めてあのブログなどで、ね、情報を発信していらっしゃるということで、はい、ぜひチェックさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあそれではマピさん、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、マピです、こんにちは。あの銀座はですね本当にあの繰り返しになりますけども、本当にたくさんのスポットがあります。で本当にあの裏路地の小さいところにもお店がたくさんあって、ぜひあの実際に足を運んでいただきたいんですけど、まだ今コロナでなかなかあのそういうねあのわけにはいかないんですけども、コロナが収束した際にはぜひ皆さんであの銀ブラをしていただきたいと思います。本日はありがとうございました。マピさん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。